皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画です。静岡県内の私立高校の志願状況、これが発表されました。私立高校全日制39校、この定員は昨年と同じ11,640人。これに対して志願者数27,294人で、平均志願者倍率、これ2.34倍、このように発表されています。この数字だけ見ると倍率高いんじゃないかなと心配する方はいるかもしれないんですけれど、この倍率は単眼者で受ける、ね、そういう人、併眼で受ける人合わせた数字で出しているので、この 2.34 倍というのは決して高い数字ではありません。かえって低いくらいの数字です。実際に昨年と比べてこの倍率 0.08 ポイント低くなっています。この倍率からすると結果的には定員割れする高校がかなりの数出ると予想できます。じゃあ県内の入試の傾向どうなっているかというと、こちらの資料と他の資料を合わせて分析をすると、今年度は公立高校を第一志望とする生徒、この割合が昨年よりも多い、こういうことが分かりました。じゃあ公立高校の倍率は高くなっているかというと、やはり倍率が高いのは人気のある学校で、定員割れを起こしている学校は半数以上あります。つまり静岡県は今私立の高校も公立の高校も定員割れを起こしている学校がたくさんあるということです。それでも入試に受けてね、合格しないとここには入りません。私立の入試2月の6日と7日そして合格発表は16日になっています。ぜひ皆さん普段の力をしっかり出して自分の希望する高校に受かるよう頑張ってください。応援をさせていただきます。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。